こんにちは、かいこうじです。今日はですね、はい、ドローンを飛ばしていくんですけど、 YSP 横浜戸塚チャンネルの島田さんに来ていただいてます。はい、どうも島田です、はい、よろしくお願いします。バイクチャンネルやってますから、はい、まあ、もうご存知の方多いと思いますけど、下にリンク貼っとくんで、まあ、ご存知ない方は見てみてください。で、今日はですね、はい、今日は、はい、島田さん、はい、最近ドローンを飛ばしたいってことで、はい、飛ばしたいんですよ。立て続けに、はい、あの2機買ったっていうことで、すごいでしょ。これですよね、はい、形から入る、形から入るタイプなんで、なんとマビックミニとマビック2ズームを購入されて、はい、こっちはもう飛ばしたんですね。ちょっとこれ部屋の中で設定しましたね、はい、今日はですね、そんな島田さんに、はい、まあ、僕の知ってるドローンの知識でドローンの飛ばし方をちょっとシェアしようということで動画撮ってます、はい、まずはあのマビックミニから飛ばしていきたいと思います。はい、お願いします、はい、で、今日ここはですね、平塚のリバーポートマリーナというところをお借りしてやってます。ここはボートとかジェットとかがあのここ停泊しているところで、ここの YouTube チャンネルもあるので、気になる方は、下にリンク貼っとくんで、リバーポートマリーナのチャンネルもチェックしてみてください。じゃあやっていきましょう。はい、お願いします、はい、まずじゃあこいつからですね。はい、お願いします、はい、もうでも飛ばしたことあるんですよね。こっちは大丈夫ですね、はい、じゃあですね、プロポ接続して、まず、まあ、プロポの操作と、それからディスプレイの見方をちょっと、はい、あのやっていきましょうか。お願いします、はい、まずですね、はい、画面の左上から P モードと書いてありますね。はい、書いてあります。これはポジショニングモードといって、はい、まあ、通常の飛行モード、スピードがあの普通ですね、はい、でここをタップしていくと S モード、スポーツモード、高速で飛行できるモードですね、はい、でもう一回押すと、シネスムースモード、これはゆっくり飛ぶモードなんで、なるほど、ゆっくり綺麗に撮りたいときは C モードにしてください、はい、普通は P モードで大丈夫です、はい、で、右の方に行って、はい、GPS の電波が今11と書いてありますけど、はい、これしっかりあの掴んでるの確認して離陸した方がいいです、はい、で、その横がですね、はい、機体との接続の電波の状況と、はい、97と書いてあるのはバッテリーの残量になりますね、はい、で、その右が、まあ、おおよその飛行の残り時間が出ますね。なるほど。この点々点は、はい、あのメニューなので、はい、まあ、割愛しますが、はい、右側行ってですね、はい、今現在のビデオモード、はい、フル HD30fps になってますね。これちょっと 60fps に変えて、はい、でここからですね、静止画の切り替えとか、はい、解像度 2.7K に変えたり、クイックショットを使ったりっていう、あ、これ飛んでる時にやるんですか。これはあの飛んでる時に変えられます。なるほど、はい、その下が、まあ、録画ボタンですね、はいはい、録画ボタンはプロポの方にもついてますね。このプロポの方でもここで録画、ビデオの録画が できたり、静止画の撮影ができます。ここワンボタンでできますね。でちなみに、まあ、スティックの説明すると、はい、ここがカメラの、はい、チルトですね。正面を向いてるのから下を向けたり、あ、上下ですね、戻したり、はいはい、これがカメラの向きを変えられるダイヤルになります。ダイヤル、はいはい、でプロポの説明ももうちょっとしますと、はい、これはですね、はい、リターントゥーホーム、ホームに戻ってくる、うん、はい、飛び立ったところにここを押せば、はい、ワンタッチで戻ってきてくれます。もう困ったら押せばいいということですね。まあそうですね、戻したいときはここを押すと簡単に戻れますね。でここが電源ボタンでスティックボタンですけど、はいはい、まあもうご存知かもしれませんが、DJI の場合は操作がモード2といって、はい、左スティックのこの上が上昇、うん、はい、下が下降、上昇、下降、はい、左が左の旋回、回転ですね、はい、右が右回転、はいはい、右スティックに行くと上に倒すと前進、はい、前進ですね、下に倒すと後退、はい、左右に倒すとですね、左右のスライド移動になります、はい、で画面で言うとですね、もう大体こんな感じなんですけど、はい、マップボタンを押すとここのマップが出てくれるので、はいはい、今まあ自分がどっち向いてるのかとか、マップ的にどこを飛んでるのかっていうのはこれで分かります。なるほど、はい、でそのマップボタンの横で H と書いてあるのが高さです、高度、はいはい、ここに高度が出ます、はい、でその高度の上の、M/S これはメートルパーセカンドで、はい、1秒間に何メーター上昇してるのかという数値が出ます。その右に行ってディスタンス、はいはい、ここは、機体との距離ですね。機体との距離、はい、機体と送信機との距離になります。あ、はいはい、でその上が毎秒何メーターで移動しているか、
はい、メーターパーセカンドですね、ここ、はいはい、で、画面真ん中下、はい、ここはですね、機体がどこを向いているのか、あ、自分がどこを向いているのかというのが分かります。でこれ回せば、そうなんです、お、回すと、そうなんですよ、はい、これ回すと機体の向きが回転してくれますね、はい、なるほど、はい、あ、これこれですね、だから今自分の方向いているのか外を向いているのかっていうのが分かりやすいと思います。なるほど、はい、で、画面一番左最後ですけど、自動離陸ボタンあります、はい、ここは長押しして離すと離陸してくれます。なるほど、はい、それ以外にも離陸する方法としては、送信機のスティックを内側に斜めに倒すとプロペラが回ってくれて、はい、その後に上昇ボタンを押すとこれで離陸することもできます。なるほど、はい、最初に寄せて下にやって、寄せて下にやると回るとプロペラがもう予備回転しますので、はい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 、その後にスティックを上に上昇を入れてあげると離陸することができます。なるほど、はい、ちょっと前置き長くなりましたが、まあ、そこを踏まえて、はい、まずは機体を機体に異常がないか見て大丈夫、まあ、大丈夫だと思うんですけど、はい、飛ばしていきましょう。わかりました、はい、じゃあじゃあまずは離陸させてみましょう。内側にこうやってから、はい、アップですね。そうですね、わかりました、はい、今地面に置いて離陸させますが、地面が凸凹の時とか、または砂ぼこりが舞うような時はランディングマットといって、はい、丸いマットですね、H って書いてある、はい、ランディングマットを引くと、はい、まあ条件の悪いところでは引いた方がいいかもしれませんね、はい、こういう平らなところではあんまり必要ないかなと思います。じゃあやっていきましょう。はい、いいですか。はい、こうやってで上昇です。おお、慣れてますね。いや、こうやってみたらいいですね。あ、そうですか右のレバーが前進ですね、はい、あ、はいはい、そうです、スライド、はい、左スティックの左右の動きで回転できるんで、右スティックで前進しながら左スティックで回転してあげると、はい、サークルを描いたり、はいはいはい、8の字をやったりできると思うんで、はい、ぐるっと回ってみたり8の字やってみてください。じゃあ綺麗に映像撮っていくようなテクニックの話をちょっとだけしていきましょう。はいはい、あんまり操作に慣れないときは、はいはい、直線的にドローンを動かすと簡単かなと思います。はい、操作が簡単で、まあ、結構綺麗に撮れるかなっていう感じなんですけど、被写体を映して交代していくとか、はい、被写体に向かって直線的にこう向かっていくとか、はい、そういった映像は簡単に綺麗に撮れると思います。なるほど。旋回とか左右の動きをつけると、はい、まあ、こう組み合わせていくと綺麗に飛ばさないと難しいんで、はいはい、まずは直線的な動きがいいと思います。で、慣れてきたらですね、はい、まあ、スライドするだけっていうのも結構面白いのかなと思いますけど、はいはい、そこも慣れてきたら、前進と回転を組み合わせたりしていくといいと思うんで、はいはい、まあ、せっかくなんで、じゃあ今回僕らを被写体として交代しながら、はいはい、回転もちょっと加えて飛ばしてみましょうか。回転も加える、はいはい、まあ、操作としてはですね、はいはい、僕らがここにいて、はい、右スティックで交代しますね、はい、被写体である僕らにカメラを向けた状態で交代していきます、はい、その状態で頭を左に振っていきましょうか、ドローンの。そうすると左スティックを左に倒す、はい、これが本当にもう微妙な操作なんですけど、はいはい、微妙に倒していくと、はい、ゆっくりこう回転も入れられるかなと。お、僕ら映しながら左に頭を向けて、はい、
僕らはフレームアウトしてもいいんで、はい、綺麗にその後景色を撮っていくみたいな感じの下りをやってみましょう。やってみ、一回見本見せてもらっていいですか。わかりました。じゃあ、はい、じゃあまず僕が、はいはい、撮ります。で僕らが今映ってる状態なんで、はい、じゃあ交代しながら左に頭を向けて、はい、で、僕は被写体である僕らをフレームアウトさせないように、はい、なるほど、頭を振りますね。行きまーす、はい、おー、行った。こんな感じですかね。なるほど、はい、今結構早めに飛ばしましたけど、はい、僕らがフレームアウトしないように今ちょっとやりましたけど、はい、それはまた複雑な操作が絡むんで、はい、とりあえずは島田さんはじゃあ、 はい、回転するだけっていうのでやってみましょう、はいはい、スティック操作は、はい、できるだけちょっとずつ傾けると、はい、いいと思います。特に左スティックの左右のレバー、はい、レバーの倒しはですね、はい、本当にちょっとずつやらないと、はい、ぐるんと一気に90度とか180度とか回ってしまうんで、うん、はい、左スティックのこの左右は回転はですね、はい、本当にゆっくり、はい、まあ右スティックの前進後退は割とダイナミックにやっても大丈夫なんですけど、はいはい、そんな感じでやっていきましょう。わかりました。どうぞ。じゃあちょっとこっちですね、はい、じゃただ回せばいいんですよ。交代しながら、交代しながら、ね、交代しながら左にこう回す、こっちにこう回すみたいな感じでいいと思います。さっきと同じ感じになるんですか。まあ大体同じになります。わかりました、はい、交代しながらです、ね、どうぞ。はい、左の景色を映しましょう。そのまま、あ、滑らかですね。いいですね。はい、ここまでで一つの下りで大丈夫、うまく取れたんじゃないでしょうか。じゃあドローン戻しましょう。はい、戻すときに機体が自分の方に向いてるかっていうのはディスプレイの真ん中下側を見ると、分かります。あとどこ飛んでるのかっていうのはマップボタンを押してもらったら自分の現在の位置とドローンの現在の位置が出るので分かりやすいと思います、はい、なるほど、はい、こんなところ、じゃあ下ろして、じゃあ次はですねノーズインサークルっていうのやってみましょう。ノーズインサークル、ノーズインサークルというのは被写体をずっと捉えたまんま回転していく。なるほど、はい、真ん中に置いた被写体を、ずっと撮っていくっていうようなテクニックになります。じゃあカメラを見ながらかつ飛行機もちゃんと飛ばなきゃいけないっていうことですね。基本的にはですね、はい、このドローンを見ながら飛ばすと映ってる映像は、はい、ちゃんと被写体を捉えられないので。なるほど、はい、基本的に、まあ、映像を使うときはですね、まあ、目視外飛行が可能な条件下においてディスプレイを見ながら飛ばします。なるほど、はい、なのでですね実はドローンを飛ばすときに周辺環境をしっかり把握しておくってことが大事でまずこの飛ばす周りの環境をですね、はい、自分で頭に入れてマップと照らし合わせながらどのあたりにどのぐらい高いものがあるのか、この辺を飛ぶときはヤシの木があるから、はい、高度 20m 以下では飛べないなとか、はい、そういったことを考えて、はい、まず最初に頭の中でよく 3D マップを作ってから、はい、飛ばします。その上でディスプレイを見ながらノーズインサークルをやってみましょう。はい、お願いします、はい、じゃあまず僕が1回、はいはい、そんなうまくできるか分かんないけどやってみます。はい、まあ、ここから半円を描くような感じでやってみましょう。いきまーす、はい、ゆっくりゆっくり右スティックを右に倒す、右スティックを左に倒しながら左スティックを軽く右に倒します。僕らを映したまんまぐるーっと回っていく。ここで上昇したりするとまた面白いですね。
はい、こんな感じですかね。ちょっと半円しか、できませんけど、こんな感じでぐるっと回していくと面白い映画が撮れるかなと思います。なるほど。じゃあというわけで、柴田さんやってみましょう、はい、ちょっとスタート位置まで行くんで。ああ、お願いします、はい、ちょっとヤシの木で僕ら被写体は隠れてますけど、はい、ここからですね、はい、スティック的には右内側、はい、左内側で、倒す角度は右スティックの方が少し大きく、左スティックは本当にちょっとずつやらないと回転してしまうんで、ああ、はい、そういうことですね。僕らを中心に捉えられるかどうかは、はい、左スティックのこのさじ加減にかかってます。左スティックのさじ加減、はい、分かりました、はい、どうぞ。はい、やってみます、はい、右スティックは倒すのを浅くすればするほどゆっくり移動してくれます。めちゃくちゃうまいですね。全然僕よりうまい。で、はい、この辺りから、はい、もうマップが 3D マップできてないと、はい、こっち側木があったりする可能性もあるので、はいはい、そこはあの気をつけて、今ちょっと半円だけにしておきましょう。わかりました。はい、でもめちゃくちゃうまいです。多分コメントで、はい、島田さんの方がうまいじゃねえかって多分来ると思う。はい、うまいな。安全なところまでドローンをあの持ってきて、はい、このデッキにしましょうか、はい、このデッキの上まで持ってきて、はい、左スティックを下へ、左スティックを下へ、はい、ずっと押してみようか。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか、飛ばしてみて。いや結構あの思ったより難しいです。難しいですか。でもめちゃくちゃうまかったと思いますけど、はい、偶然だと思います、はい、あとはあのドローンの場合は、まあ、航空法とかのルールもあるんで、はい、その辺も守って僕もあのいろいろ言われることはありますけど、はい、そのあたりはなんかちゃんと、はい、勉強してやる必要がありますよね。今日は、はい、あのドローンの操作についていろいろと島田さんに、シェアさせてもらいました。ためになりました本当に。今日はちょっとミニしか飛ばしてませんけど、あのズームもあるんでまた今度一緒に、そうですね、はい、ぜひ飛ばしましょう、はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、今日は YSP 横浜戸塚チャンネルの島田さんドローンをやりたいってことで、一緒に飛ばさせてもらいました。この動画良かったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いします、リバーポートマリーナと YSP 横浜戸塚チャンネルのリンクもあるんで、ぜひぜひチェックしてみてください。またこういったドローン系の動画とかガジェット系、それから今年はジムニーの動画なんかも作ってきますんでよかったらそちらの動画も見てください。さよなら。さよなら。